アンソするならいいでしょ。だって弁護士さん逃げちゃったもん。逃げたってよ、面白い、面白いこと言うな、これな、これが印象操作段階で、で、犬笛にもなってね、笛やってよ、これな、これ面白いよ、これな、なあ、で、これ、大橋が言ってたよ、大橋がさ、ね、君、大橋こと仲良くなったの？え？大っ嫌い、大橋が言ってたよって、大橋こと仲良くなったの？そこについては、ちょっと改めて、まあ、申し上げた通り、お母さんも一緒に訴えないとですね、財力がない人、お母ちゃん、訴えるって、立花が訴えますよ、訴えるって、はい、面白いな、これ、面白いことになりそうな、まあ、なんと、サーファー君の寄付に関しては、お母様の名前の口座、アリゾナ銀行のサーファー君のお母さんの名前の口座が出ていると、つまり、サーファー君に対して応援してくれる人は、お母さんの口座に入れてくださいと。これ黒川君のやり方とほぼ一緒ですよね。まあこうやってお母さんまで巻き込んだらダメでしょ。お母さんの名義を使ってお金集めをしてる共同不法行為じゃん、どう考えても。お母さんには申し訳ないんですが、裁判所で弁明してください。今日裁判終わりまして、ただ終わったのは10万円のものだけです。で、僕は彼とね、話し合いなり和解できればと思って裁判提訴したんですが、まあ、その気がないということなので、まあ、今後今日の裁判とは別に別荘を提起します。で、彼のお母さんなども含めてですね、やります。まあ、先ほどちょっと内部で言ってましたけど、まあ、自分がお金ないとはっきり主張してたんですよね。ということはお金がないということは、彼にお金を提供している人が共同不法行為者になるっていうことも成り立ちますので、で、今出してるのは彼の発言ですけども、彼自身が、黒川君とかね、ここにいますけど杉田君なんかと一緒にやってこういったものまで出してやってるんで、これに対しての共同不法行為についてこれから別の裁判で争っていきます。はい、でお金ないんですけど、財産もないんですけど大丈夫ですか？財産がないから持ってる人にあれするそれはそうです。だってね、被告のかわいそうにね、こういうおっさんだけにはなりたくねえな俺は。こういうおっさん、めんどくさいおっさん、ね、及び腰になっちゃうようなおっさんに絶対違うね。いやいや、でもたまにはこういう話もねあった方がいいと思うので、今日の件については本当に10万円でもう1回で終わりました。皆さんびっくりしたでしょ、裁判何も話せず終わり、はいで終わったでしょ。裁判だけで来てるっていうことです、ね、これは彼が争う姿勢を示すのか、この後ね、別に和解をできればいいかなと思ってあった裁判なので、まあ、それが無理だということであれば、やはり彼が一緒に住んで彼の活動を協力してるね。だってお母さんも一緒にサムネとか出てるじゃないですか。で、そういったことも含めてちゃんとやっていきます。反訴するならいいでしょ。だって弁護士さん逃げちゃったもん。逃げたってよ、面白いこと言うな、これな、これが印象操作段階で、で、犬笛にもなってね、笛やってよ、これな、これ面白いよ、これな、なあ、で、これ大橋が言ってたよ、大橋がさ、ね、君、大橋こと仲良くなったの？大っ嫌い、大橋が言ってたよって、大橋こと仲良くなったの？言ってた、言ってた、ほら、柏警察署前でさ、サーファー隆を刑事告訴するって、それお前もう4年も前やん、はったり告訴したやん、撮影しに行ったの。だってさ、君さ、ね、誰被害者、被害者って大橋くんでしょうね。なんで君が告訴できんのよ、告発じゃないの。大橋くんじゃないよ、なんでよ、なんで、柏警察署前でさ、はったりかましたあれだよ。俺はだって松田さんのあれ、はったりかましたあれ、ほっとりちゃうやんか。あれは正確に言うと、服部くんが、当時服部くんが仲良くしてたけども、彼が西宮警察か尼崎東かどっかに持って行ったから、特段そっちでやるっていうことで終わってただけの話よ。まあ、なかなか古い話を持ち出してくるよね。でもさっきの唐木田先生という弁護士がついてます。で、まあ、僕は昔からすごく仲良くて、法廷でもまあお互い笑顔で挨拶してたんですけど、当然ね、荒木田弁護士は彼のやってること全部掌握してるわけじゃないんです。で、どうもちゃんとお金を払ってるみたいなんですよね、弁護士さんに。そうすると、まあ、この弁護士はこの裁判でとりあえず終わらせておいてですね、僕は10万円しか請求してないことや、彼が立花隆をぶっ壊すっていうことに対して裁判をしたっていうことですけども、まあ、もちろんそれ以外にいろんなことやってるわけなんで、そこについてはちょっと改めて
まあ申し上げた通りお母さんも一緒に訴えないとですね、財力がない人を訴えてもダメなんです。お母ちゃん訴えるって、立花が訴えますよ。訴えるって、はい、面白いなこれ、面白いことになりそうな、面白いやろ、楽しいやろ。お母さんにも出てきてもらう、息子さんがね、まあ、こうやってさ、どうしてるか、こいつがすげえめんどくせえやつっていうのがどん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 さ、はい、ね、九段下にある東京法務局であります。で今登記簿をちょっと取ってきました。で、まあ先ほどからこれ3本連続になっちゃうのかな、まあこれまあ僕みたいな知識のある人間が嫌がらせのようになってるんですが、まあただ沢端隆君に早くちょっとその名誉毀損というか、もう本当にね、誹謗中傷やめてほしいんですよ。僕はまず沢端隆君とは仲良くしたいです。そこは皆さん間違えないでください。ただ沢端隆君は今捕まって、まあ一昨日かな、3日前捕まった煉獄コロアキ君のようにですね、そのやめれないんですよ。ちょっとなんか、まあ、一種の病気なのか分かりませんが、目立つことをしたくて仕方がないんですね。でなんとかそこは止めてほしいっていうか、いわゆる多くの人に注目されたい病みたいな感じでですね、ただその彼自身を訴えても彼が財産ないことははっきりしているので、先ほど彼に向けてお母さんを共同不法行為でやりますと言ったわけですね。で、法務局に来たらですね、彼が、まあ彼の住所っていうのは持ち家なので、で、彼の名前じゃなくて、お母様の持ち分である、まあ、お母様がお持ちであるということまで分かってます。なぜか分かりませんが、サーファー君とは名字が違うことまで分かりました。で、もう抵当権も外れているので、少なくともマンションの価値は1400万円以上にはなるのかなとは思ってますけども、まあ、そんな何百万円にはなるのは間違いないと。でですね、まあ、それで、登記簿からお母さんのフルネームを調べて検索したところですね、まあ、なんと、サーファー君の寄付に関しては、お母様の名前の口座、りそな銀行のサーファー君のお母さんの名前の口座が出ていると。まあ、つまり、サーファー君に対して応援してくれる人は、お母さんの口座に入れてくださいと。これ、黒川君のやり方とほぼ一緒ですよね。ねえ。まあ、こうやってお母さんまで巻き込んだらダメでしょう。ただね、サーファー君にお金がないからお母さんが、さっきのサーファー君との動画でね、お母さんがお金出してるからっていう、かなりね、僕も こじつけのような共同不法行為というので主張しようと思ってたんですが、もうこじつけでも何でもないです。サーファー君の説明欄には、僕に対する応援はお母さんの名義のりそな銀行に振り込んでくださいと。そこに振り込みがあった時には、その人の個人情報がわからないようにお礼の YouTube を作るって言ってるんです。もうつまりサーファー君はこういうことです。動機としたら YouTube の再生を上げる。そうすると YouTube 広告が入ってくるだけじゃなくて、視聴者から直接お金がもらえる。そのもらえるお金をお母様の口座に入れて、お母様からお金をもらう、もしくはお母様から食事を提供してもらうとか、養ってもらうという行動ですよね。これ完全に共同不法行為じゃないですか。要は彼の目的っていうのは、今回訴えようとしているのはね、黒川のような人物が、いわゆる立花が反社からお金を借りたっていうようなね、そういうとんでもない、その反社から借りたお金をホリエモンや青汁王子が弁済してるとかっていうね、なんか頭の悪い人は信じそうな、頭の悪い人だけでそんなこと信じるの、まあ、いわゆるとんでもないことを言ってですね、立花やホリエモンや青汁王子というようなその著名人の名前を並び立ててですね、視聴者数をまあ稼いでですね、まあちょっと気になる人いるじゃないですか、ポチッとしてね、ほんのなのこれはっていう、そういう人たちからポチッと視聴者数を稼いで、それが結局まあサーファー君のまあ仕事になってると。その利益をサーファー君が受け取ると、裁判された時に持っていかれたりとか、まあ、ちょっと自分がニートだとか言えないから、お母さんの名義を使ってお金集めをしている。共同不法行為じゃん、どう考えても。お母さんには申し訳ないんですが、裁判所で弁明してください。もうここは。で、僕は今日の裁判もサーファー君と仲良くというか和解するためにやってるのに、それを蹴っ飛ばしてきてるわけだから、これもう最後の、あれです。サーファー君、本当ちょっとそこはちゃんとね、君が言ってることやってることってむちゃくちゃなこといっぱいあるから、そこについてこれまでの部分は水に流してもいいから、今後そういうことはしないと約束してくれれば和解しますよ。訴えませんお母さん。でもこれに対してまだね、やれ祭りのように立花の裁判だとかね、これからかかってこいみたいなことやるんだったら、
それはもう遠慮なくお母さんも含めて訴えさせていただきます。これまでのこの4年半ぐらいの間にですね、めちゃくちゃしてきましたよね。あなたはそれこそ松田君の奥さんとね、一発やりていとかなんか、ね、そういうこと言われると、普通メンタル嫌でしょ、気持ち悪いでしょ。それが違法になるのかどうか、不法行為になるのか、俺分からないけど、気持ち悪いじゃん、普通に。そんなことをずっとやり続けてきて、今まで誰も君に対して裁判とかもしてなかったから、こうなったわけよね。で、しかも君は対策を打ってたわけよね。自分にはお金がないからお母さんって言ってるけども、お母さんには少なくとも数百万円のお金があるようなので、まあ1000万円ほどの損害賠償請求。今日のやつは10万円だけど、少なくとも1000万円は請求させてもらいます。そこで、しっかりとこれまで、僕やですね、僕の関係者、少なくとも僕に対する違法行為についてしっかりと上げさせてもらいますから、サーファー君それでどうするか。まあよかったら、返事をね、まあ YouTube なりで僕、あなたの電話番号とか着信拒否してるので、謝罪の YouTube が上がるんだったら裁判しません。もう一週間切りますから、謝罪の YouTube がなければ、もう一週間経ったところで、あなたとあなたのお母さん、ね、頭曲がるって字をね、もうわかりましたよ。あなたがなぜサーファー高志、サーファー高志の死が、意味がわかったよ、志もね。とにかくね、さすがにその YouTube にお母さんの名前とか口座番号を載せてやってるのにお母さんは関係ないというわけにいかないし、ただ今日ね、お母さん訴えるって時のあなたの顔、サーファー君の顔、表情ね、見ました。相当焦ってましたよね。もちろん弁護士さんもね、今回次はついてくれない可能性ありますよ。総額1000万円、そしてちゃんとした訴状を書きます。和解できなかったからね。からそこについて、どうするのか、もう一度ね、これ自体も茶化すんでしょうけど、もう、茶化すんだったら1000万円請求させてもらいます。お母さんにも裁判所の方にお越しいただく、お母さんが代理人を立てなきゃいけないということになろうかと思います。まあ、お母さん自体がこういう活動を応援してるのかどうか僕もわからないので、まあ、お母さん自身の口座だけじゃなくてお母さん自身も YouTube に出ておられるのでね、もう多分こういうことしてることはご存知だと思いますので、一度お母様にもお越しいただいて、息子さんのやってることについて、お反論いただきたいと思います。以上です。 NHK をぶっ壊す、パチプロ政治家 YouTuber N 国代表、俺が立花、口の利き方を気をつけな、俺は持ってるぶっ壊す力、未来永劫不老不死、天上天下唯我が独尊、売られた喧嘩は買いますせ、ぶっ壊してみな弱小政党、グリーンラジオカーセックス、これはアウトなデラックス、反社に過激な集金トラブル、先にセクハラないモラル、何が何がお得にさ、多分ねえんだ、女性の方もっと一発受信よ、お得なもう恋ぼりよ、一人で始めた放送局 NHK、 まるで暴走族だから俺が全てを暴く、 NHK をThe class.